いきなり問題です。ドンドン。次のうち猫に好かれる抱っこの方法はどれでしょう。それにしてもすごい可愛いミキちゃんと思ったらチャイだった。テヘペロ。それでは正解の発表。正解はこちら。ピロリン。 B の抱っこ。我々猫はね、体の自由が奪われて不安定な状態が嫌なの。危険を感じさせないように脇にしっかりと手を入れて、後ろ足を手でしっかりと支える。さらに猫ちゃんと人間の体の間に隙間がないようにしっかりとハグハグ。それがデデン。よき。いや、ちゃいちゃん、みんなありがとう。それでは猫ちゃんに好かれる抱き方の見本。カモン。右手でお尻、左手で重い弾みをつけた勢いで左腕を中に。この一連の動作なの。次にこの手順のトレーニング方法をお伝授するよね。ミュージックスタート。さあみんな、スタッフさんと一緒にやってみよう。まずは手の位置を確認して、お尻、胸、ハグ、はい、もう一回。基本が大事だからね。お尻、胸、ハグ。自分のペースでいいからね。お尻、胸、ハグ。はい、最後にもう一回いきましょう。お尻、胸、ハグ。はい、みんなできたかな。それでは先ほどの基本の動作を踏まえてもう一度やってみるよね。右手はお尻、左手はお胸。そしてゆっくりリフトアップ。その反動を利用して左腕を中に。はい、皆さんできたかな。これが猫に好かれる抱き方なの。でもみんな、結局一番大事なのはね、愛なの。もしこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくだよね。はーい。